ありがとうございます。花と言いますと、僕もベランダで花を育ててるんですけれども、皆様のお庭には今どのような花が咲いてますか？僕はこの前チューリップの球根を植えまして、ここってまだ寒いもので芽がこのくらいしか出てないんですけど、今から楽しみです。はい、続きましての曲は私の歌の中で花をテーマにした歌、花と女という曲を聴いていただきたいと思います。ありがとうございます。この曲は作詞が鈴木清先生、長山洋子さんの捨てられて、そしてジョン柄女節を書かれました先生です。そして作曲は箱根八里の半次郎を書かれました水森秀夫先生の曲です。三拍子ワルツの曲です。社交ダンスを好きな方はぜひワルツで踊ってください。それではお聴きください。高瀬一郎の歌です。花と女。今でもいいですよ。いただけるものはいつでもいいですよ。
どうもありがとうございます。はい、続きましては私の一番新しい歌を皆様に聴いていただきたいと思います。